ロバート・アンスイン・ハインラインは、アメリカの SF 作家。SF 界を代表する作家の一人で、SF 界の長老とも呼ばれ、影響を受けた SF 作家も数多いが、物議を醸した作品も多い。科学技術の交渉を高水準にし、SF というジャンルの文学的質を上げることにも、貢献した。他の SF 作家が、SF 雑誌に作品を載せる中、 ハインラインは1940年代から自分の作品をサタデーイブニングポスト等の一般紙に載せた。この結果として SF の大衆化が進んだのはハインラインの功績の一つである。SF 小説でベストセラーを生んだ最初の作家でもある。アイザック・アシモフ、アーサー・シー・クラークと並んで世界 SF 界のビッグスリーとも呼ばれていた。 アンスン・マクドナルド、ライル・モンローなどの名義で執筆していた時期もある。SF 短編小説の名手でもあり、アスタウンディング誌の編集長ジョン・ W ・キャンベルが鍛えた作家の一人である。ただし、ハインライン自身は、キャンベルの影響を否定している。初期には、未来史シリーズなど、科学小説としての SF を書いていたが次第に、社会性を強め、宇宙の戦士では、 軍国主義を賛美する兵士の描写があったことから、右翼と呼ばれ、一方の社会主義者の名残が現れている。月は無慈悲な夜の女王では、左翼と呼ばれるなど多彩な顔を持った。中でも、宗教やポリアモリーを扱った、異性の客の反響は大きく、ヒッピーの経典とあがめられ、ファンが分かれたという。異性の客中の、グロクという造語が、 オックスフォード英語辞典に掲載されたり、さらには、マンソンファミリーが、実際のカルト活動で、異性の客中の宗教を真似たりもした。宇宙の戦士、ダブルスター、異性の客、月は無慈悲な夜の女王で、ヒューゴー賞を、計4回受賞。アメリカ SF ファンタジー作家協会は1回目の、グランドマスター賞をハインラインに授与した。 ロマンティックなタイムトラベルもの、夏への扉は、特に、日本において、人気の高い作品であり、SF ファンのオールタイム、ベスト投票では、たびたびベスト1作品になっている。しかし、アメリカにおいては、月は無慈悲な夜の女王と、異性の客が、クローズアップされることが多く、夏への扉は、日本での限定的な人気にとどまっている。 海軍兵学校時代のハインライン1907年7月7日、ミズーリー州バトラーでドイツ系の家庭に生まれる、カンザスシティで育つ。この時代のこの地方の価値観が作品に強く影響しており、特に晩年の愛に時間をや落日の彼方に向けての設定や雰囲気に反映されている。しかし、最盛期の作品ではそういった価値観や 道徳感を打破しようとする傾向があった。軍隊もハインラインに大きな影響を与えた。生涯を通じて、忠誠心、リーダーシップといった理想を信じたのも、軍隊の影響である。1925年にアナポリスの海軍兵学校に入学。1929年に卒業すると、アメリカ海軍の士官となった。1931年、 空母歴ントンに乗る。この頃無線通信に取り組み、さらに実用化されたばかりの航空機にも取り組んだ。当時の艦長アーネスト・キングは、第二次世界大戦期には、アメリカ海軍作戦部長になっている。後にハイムラインは、アメリカ海軍初の現代的空母の艦長だった、アーネスト・キングについて、軍事視野から頻繁に、 インタビューを受けている。1933年から1934年まで、駆逐艦、USS ルーパーに勤務。その間に注意に昇進している。兄弟のローレンス・ハインラインは、陸軍、空軍、ミズーリ州軍に勤務し、少々となっている。1929年、カンザスシティ出身の女性トロサンゼルスで結婚。しかし、1年で破局した。 1932年には二度目の結婚をしている。この時の相手は、政治的に過激な思想を持っており、アイザック・アシモフによればこの頃のハインラインは妻に影響され、激しい自由主義者だったと記している。1934年結核を患い、海軍を退役。長い入院生活の中で、ウォーターベッドを思いつき、後に、 それについて詳細に小説に書いている。このため、ハインラインの小説が先例となって、ウォーターベッドの特許は成立しなかった。その後、UCLA の大学院で数学を学んだが、数週間で退学。再び病気が悪化したという理由もあるが、政治家を目指したからでもある。ハインラインは不動産販売のセールスマンや、銀行の作業員などの職を転々としたが、 その間ずっと困窮していた。この頃のハインラインは、社会主義者のアプトン・シンクレアの活動に参加していた。1934年のカリフォルニア州知事選では、シンクレアが民主党の推薦を受けて、立候補したため、熱心に選挙活動を行った。1938年には、カリフォルニア州議会議員選挙に、自ら立候補したが、落選した。 1954年のノンフィクションでハインラインは、多くのアメリカ人は、マッカーシーが、恐怖の時代を生み出したとこよを題にして、断言していました。あなたは、恐れていますか私はそういうことはなく、マッカーシー上院議員よりも左寄りの立場で、政治活動していた経験がありますと書いている。エルスプレーグ・ディ・キャンプ、アイザック・アシモフと共に、 フィラデルフィア海軍造船所に勤務するロバート・ A ・ハインライン1944年選挙後はそれほど貧困だったわけではないが、ハインラインは借金を生産するために小説を書き始め、1939年にアスタウンディングしにて生命線でデビューした。その後すぐさま社会派 SF の機種として認識されるようになった。 レンバーで開催された1941年のワールドコンではゲストとして招待されている。第二次世界大戦中、1943年から技術士官として海軍に復帰。アイザック・アシモフやエルスプレーグ・ディ・キャンプと共にペンシルベニア州のフィラデルフィア海軍造船所で働いた。1945年に戦争が終わるとハインラインは 自分の経歴を再評価し始めた。広島、長崎に対する原爆投下や冷戦の勃発に刺激され、彼は政治的なノンフィクションを書くことを思い立った。同時に原稿量の高い市場に参入したいという考えもあった。1947年2月の地球の緑の丘をはじめとして、サタデーイブニングポスト誌に4編の重要な 短編小説を発表している。これにより、パルプゲットをから抜け出した、最初の SF 作家となった。原作を提供した1950年の映画、ガッツ世界征服では、脚本にも参加し、特殊効果についても助言している。また、チャールズ・スクリブナーズ・サンズ社から年に一冊のペースで、ジュブナイル SF 小説のシリーズを、始め、 1950年代末まで続けた。1947年、二人目の妻と離婚。翌年、バージニア・ガーステンフェルドと再婚し、40年後に死別するまで添い遂げた。その後間もなく、コロラド州に引っ越すが、1965年に、標高のせいで、ジニーが健康を害してしまう。 そこでカリフォルニア州サンタクルーズに引っ越しサンタクルーズにほど近いボニードーンに新たな家を建てた独特の丸い形状の家はハインライン自身が妻と共同で設計したものであるハインラインの作品に登場する聡明で勇敢な女性のモデルは間違いなく妻のジニーである1953年から1954年にかけてハインライン夫妻は 船で世界一周の旅をし、その旅行記をトランプロワイヤルとして出版した。また、この旅が雨かける少女やガニメデの少年といった長い宇宙旅行を扱った SF 小説に役立っている。ジニーはハインラインの原稿を最初に読む役目を担った。また、エンジニアとしてはハインラインよりも優秀だったという。アシモフによると、ハインラインは ジニーと再婚した頃から急激に右翼に転向したという。夫妻は1958年に小規模なパトリック・ヘンリー同盟を結成し、1964年にはバリー・ゴールド・ウォーターの大統領選の選挙活動に参加している。また、トランプ・ロワイヤルにはマッカーシー長門への二つの長い弁明文が含まれている。この頃ハインラインは、 異性の客を書いているが、こちらは非常にリベラルな内容で、1960年代後半にはヒッピー運動の非公式なバイブルとまで言われるようになった。ハインラインとバージニアガーステンフェルド・ハインラインの SF 小説のうち、ジュブナイルとされる作品群も重要な位置を占めている。ジュブナイルでは話題性のある題材を扱ったが、1959年の 宇宙の戦士は、テーマが、子供向けとしては物議を醸すものだったため、出版社に出版を断られ、別の出版社から出版した。これ以降ハインラインは、ジュブナイルの制約を超え、一連の SF 小説の、境界を書き直すような挑戦的作品を書き始めた。1970年代になるとハインラインは、急激に健康が衰え、趣味の石膏もできなくなった。 まず、腹膜炎で命に関わるような状態となり、その回復に2年を要した。回復すると、すぐさま、愛に時間を書き始めた。この作品は、晩年の作品群の多くのテーマを含んでいる。1970年代中頃、ブリタニカ・コンプトン・イヤーブックに2つの記事を書いている。また、妻と共に、アメリカ合衆国における献血活動の再編の、 ために奔走し、1976年には、カンザス式で開催された、ワールドコンに3度目のゲストとして招待された。1978年初めに、タヒチで休暇を過ごしている最中に、一過性脳拒血発作に襲われた。その後数ヶ月間は徐々に衰弱していき、健康状態が悪化した。問題は、 軽動脈の血栓であることが判明し、最初期の軽動脈バイパス手術を受けた。ハインライム夫妻は共に喫煙者で、小説にも喫煙シーンがよく描かれている。その年に、アメリカ合衆国会員と上院の合同委員会に出席するよう要請され、宇宙技術を民間に技術移転することで、弱者や老齢者に役立っているという確信を証言した。 手術によって回復したハインラインは1980年から1988年5月8日に、肺気腫と心不全で就寝中に亡くなるまでに、5つの長編小説を書いた。彼の死後、妻のバージニア・ハインラインは、ハインラインの手紙や趣向を交えた電気を編集し、グランブルズ・フロム・ザ・グレイブと題して1989年に出版した。ハインラインの資料は、 カリフォルニア大学サンタクルーズ校のマクヘンリー、ライブラリーの特別コレクション部門に収蔵されている。それには原稿、手紙、写真などが含まれている。主要な資料はデジタイズされ、ロバート・エアンド・バージニア・ハインラインアーカイブスとしてオンラインで公開されている。ハインラインが最初に書いた長編フォーワス、ザ・リビング、エーコメディ・オブ・カスタムズは、 生前には出版されなかったが、後にロバート・ジェームズが原稿を探し出し、2003年に出版された。小説としては失敗作とされているが、ハイラインの人間を社会的動物として見る、考え方や自由恋愛への興味の方がが示されているという点で興味深い。後の作品群のテーマの方がが数多く含まれている。 ハインラインは1930年代、自由恋愛などの考え方を私生活でも実践していたようで、二番目の妻とは、そのようなオープンな関係だった。当時の彼は、ヌーリズムも信奉していて、ヌーリズムや、身体的タブーといった話題が、作品にもよく出てくる。冷戦真っ盛りの時代には、自宅の地下に、各シェルターを作った。売れなかった、諸女長編に続き、 ハインラインは短編小説を雑誌に売り、その後長編が売れるようになった。初期の短編の多くは、政治、文化、技術革新などを含む完全な年表に従った未来史に属していた。その年表は1941年5月号のアスタウンディング誌に掲載されている。その後ハインラインは未来史とある程度一貫性を維持しつつも、 自由に逸脱した小説を書くようになった。実際、未来史は現実に追いつかれてしまった。晩年になってハインラインはワールドアズミスとして全作品を一貫して説明づけるようになった。最初に出版された長編宇宙船ガリレオ号は月旅行を描いた小説だが月はあまりにも遠いとして出版を拒否されたことがある。 幸いにもスクリブナーズが出版してくれることになり、その後、毎年クリスマスの時期にジュブナイルを出版するようになった。そのうち初作品には、クリフォード・ギリーの独特なスクラッチボード風のイラストが添えられていた。代表例として、大宇宙の少年、カニメデの少年、スターマン・ジョーオンズがある。これらの多くは雑誌には別の題名で連載され、 その後単行本化に際して解題されている。例えば、ガニメデの少年は、ボーイスカウト雑誌ボーイズ・ライフに、サテライト・スカウトとして連載されていた。ハイン・ラインがプライバシーを強固に守ったことについて、青少年向けの小説家として、独特の私生活を秘密にしておくためだったという、憶測がなされてきたが、フォーアス・ザ・リビングではプライバシーに重点を置いた政治を、 主義として主張しているハインラインが青少年向けに書いた作品はザ・ハインライン・ジュベナルズと呼ばれ青年期と大人のテーマの混合を特徴とする。これら作品で彼が描く問題の多くは青年期の読者が経験するような問題と関連している。主人公は通常非常に聡明な10代の若者で周囲の大人たちの社会の中で 自らの道を切り開く必要に迫られる。表面的には単純な冒険、達成の話であり、愚かな教師や嫉妬した同級生とのやり取りである。しかし、ハインラインは若い読者が多くの大人が思っているよりも洗練されていて、複雑で難しいテーマを処理できると考えていた。そのためハインラインの作品はジュブナイルであっても大人の干渉に耐えるレベルになっている。 例えば、レッドプラネットでは、若者による革命といった非常に過激なテーマを扱っている。編集者は、子供が武器を使用する場面や火星人の性別の、誤認といった描写を変えるようハインラインに要求した。ハインラインは、このような制限を、しばしば経験しており、表面的にその制限に従いつつ、他のジュブナイル SF にはない考え方をその中に、潜ませた。 1957年、ジェームズ・ブリッシュは、ハインラインの成功した要因として、高性能な機械のようなストーリーテリングの才能に、ある。ハインラインは、最初からあるいは生まれつき、そういった才能を身につけていたようだ。常に、機械のように、うまく、物語を紡ぐわけではないが、常に、それを意識して書いていると思われるとしている。1958年、左翼が、 アイゼンハワー大統領に各実験中止を要求していた頃、ハインラインは個人的反論として物議を醸すことになるジュブナイル小説宇宙の戦士を書き上げた。宇宙の戦士は成人を迎える若者が社会における義務、公民権、軍隊の役割について考える物語である。そこで描かれている社会では、 主人公のように兵役に就くなど公的な仕事に就かないと賛成権が得られない。後にエクスパンデッドユニバースで公的な仕事は兵役だけでなく教師や警察官や役人などを含むことを意図していたと述べている。さらに賛成権は退役後に与えられるもので軍人には全く賛成権がないとされている。 1961年から1973年まで、ハインラインは、リバタリアニズム的な小説もいくつか書いている。この時期の作品は、個人主義、リバタリアニズム、自由恋愛といった、最も重要なテーマを追求している。異性の客は出版されなかった、処女長編フォーワス、ザ・リビング、A コメディオブ・カスタムズにも見られた自由恋愛と、 過激な個人主義をテーマとしており、書き上げた後もしばらく出版されなかった。月は無慈悲な夜の情は、月の植民地の独立戦争を描いたもので、政府によって、個人の自由に突きつけられた脅威を描いている。ハインラインはファンタジーをほとんど書いたことがなかったが、この時期に、最初のファンタジー長編、栄光の道を書いている。また、異性の客や、 悪徳なんか、怖くないでは、ハード SF とファンタジー、神秘主義の融合を試み、宗教団体への皮肉も加えている。このような、新たな方向性についてハインラインは、ジェームズ・ブランチ・キャバルの影響があったとしている。悪徳なんか、怖くないについて評論家、ジェームズ・ギル・フォードは、ほとんど一般的に文学的失敗とみなされていると、し、ハインラインは、 腹膜炎で作家としては死んだと結論付けた。体調不良による7年のブランクを経て、ハインラインは1980年から1987年の間に5つの長編を書いた。これらの作品には登場人物や時代や場所に相互のつながりがある。これら作品は、ハインラインの人生観や信念を明示しており、政治、性、宗教について、 忌憚なく書かれている。読者の評価は様々で、一部の評論家は酷評している。ハインラインのヒューゴー賞受賞作品はすべてこれ以前の時代に書かれている。この時期の作品はどれも宇宙の戦士にはをかけて説教臭い面がある。獣の数字やウロボロスサークルは最初は緊張感のある冒険者の,のようだが、最後には哲学的ファンタジーとなっている。 これを破綻と見るか、異性の客をはじめとする、マジックリアリズム的方向に、SF の境界を広げようとする試みと見るかで、評価が分かれる。あるいは、量子力学の文学的アニューと見ることもできる。この時期の作品は、未来史から枝分かれした、ワールドアズ・ミスと呼ばれるシリーズに属するとされている。 異性の客や愛に時間を出始まった作者の自己言及は、ウロボロスサークルで、さらに鮮明となっている。主人公は、小異体疫軍人から作家になった人物で、ハインラインの妻をモデルにしたと思われる強い女性と、恋に落ちる。1982年の、フライデーは、従来の冒険物語に近い。フロンティアにこそ、自由があるという結論は、 月は無慈悲な夜の女王や愛に時間をと変わらない。1984年の呼部は宗教団体への鋭い皮肉である。作風としては既存の小説やテーマの舞台を SF に置き換えたものが多い。例えば、上記の宇宙の戦士は兵隊出世物語の SF 版、ダブルスターは全打城の虜の政治 SF 版であり、異性の客は 風刺小説、月は無慈悲な夜の女王は、植民地の独立をそれぞれ SF にしたものである。また、ほぼ一貫して、庶民感覚を忘れてはいないが、あくまでも、庶民と一線を画するエリートによる、過当性、弱者に、無償で施しを与えることを良しとしない。 自己責任論と新自由主義に基づく、能力主義社会を理想として肯定的に描き、それらの負の側面を描くことはない。ハインライン作品は広範囲な政治的スペクトルを、右に左に行ったり来たりしている。諸女長編フォーワス、ザリビングは主に社会信用論を扱い、初期の短編、不適格では、フランクリン・ルーズベルトの市民保全部隊の宇宙版の、 ような組織を描いている。ハインライン自身は若い頃は非常にリベラルだった。あとの異性の客ではヒッピーのカウンターカルチャーを商用し栄光の道は反戦を主張しているようにも読める。宇宙の戦士は軍国主義的でロナルド・レーガン政権時代に書かれた遺作落日の彼方に向けては極めて右翼的である。 月は無慈悲な夜の女王あり、バタリアニズム的着想から書かれている。ただし、ハインライン自身がそれらの主張を信奉していたか、どうかは不明である。ただし左右どちらにしろ、反権威主義という点においては一貫しており、最初のジュブナイル長編、宇宙船、ガリレオ号では裁判所命令を無視して、ロケット船に乗り込んで発射する少年たちを描いている。 同様の状況は短編、賃婚歌賃婚局にも描かれている。ハインラインはまた、宗教の政治への関与にも一貫して、反対の立場だった。ハインラインは、アメリカ合衆国で、人種差別が普通だった時代に育ち、公民権運動が激しい頃に、それに影響を受けた小説をいくつか書いている。初期のジュブナイルは、 人種差別否定という意味でも時代に先行していて、主人公に白人でないものを採用したという意味でも、当時の SF としては非常に珍しかった。例えば1948年の栄光のスペースアカデミーでは、少数民族の隠誉として異星人を登場させている。ハインラインは、 読者の人種的偏見に挑戦するため、登場人物に思い切り同情させておいて、後からその人物が黒人、またはアフリカ系であることを明かすといった手法をとっていた。一部作品では人種そのものがテーマとなっている。有名な例として、自由未来がある。主人公の白人一家が黒人が支配者となり、白人が奴隷になっている未来に放り込まれる話である。 1941年のシックススコラムでは特定の人種だけに効き目がある武器を使うアジアのファシスト国家の侵略からアメリカを守ろうとする白人レジスタンスを描いている。これはアジア人に対して人種差別的な描写が散りばめられていて不思議なことに黒人やラテン系の人々は全く登場しない。この本のアイデアはジョン・ W ・キャンベルに押し付けられたもので ハインラインはその人種差別的な面を何とか薄めようとしたが、自ら失敗作だとしている。なおこの作品は、特定民族だけに効果のある生物兵器は実現可能かという科学的議論を発生させた。宇宙の戦士では、主人公がフィリピン系であることが最後の方で明かされている。宇宙の戦士に登場する集合精神的な社会性。 昆虫型生物は日本人または中国人を表しているとの示唆もあるが、ハインライン自身はこの作品をアメリカによる核実験の一方的中止を求める声に対する反論として書いたとだけ主張している。なおハインラインは同書の中で昆虫の社会を共産主義に例えている。個人主義の信念を持ちつつ、 ハインラインの作品にはしばしば圧生者と抑圧されるものとがかなり多義的に描かれている。ハインラインは個人主義と無知は両立しないと信じていた。彼は広範囲な教育によって大人の能力が適切なレベルになっていると信じており、その教育は学校の教室でのものとは限らない。彼のジュブナイル小説では学生の科目選択について なぜ何か役に立つことを勉強しておかなかったんだと軽蔑を込めて言う人物がよく登場する。愛に時間を、では、ラザルスロングが人間なら誰でも持つべき能力を並べ立て、最後に、専門文化は昆虫のためにあるものだと結論している。悪徳なんか、怖くない、リンネの蛇、ジノモンといった作品では、 自身を作り出す個人の能力が深く探求されている。ハインラインにとって、個人の解放には、性の解放も含まれ、1939年に、フォーアス・ザ・リビングを書いた頃から、自由恋愛が大きな主題だった。初期作品はジュブナイルが多いこともあり、編集者や読者の目を考慮する必要があった。評論家ウィリアム・ H ・パターソンは、 彼のジレンマについて、架空の師匠のただの過度な過敏さから本当に好ましく、ないものを仕分けする必要があったことだとしている。中期になると、異性の客では、性の解放と性的嫉妬の排除が主要なテーマとなり、物語の進行と共に重要性を増していく、新聞記者弁クストンが、ジュバルハー賞とバレンタイン・マイケル・スミスの引き立て役となっている。 ゲイリー・ウエストホルは、ハインラインはフェミニストにとっては、悩みの種である。一方では、彼の作品には、強い女性が、よく登場し、女性は、男性と同等かあるいは優れていることを明確に、主張しているが、それらは、一般的女性の極めてステレオタイプな態度を、反映していることが多い。例えば、エクスパンデッドユニバースでハインラインは弁護士や、 政治家がすべて女性という世界を描いているが、そこでは男性が真似できない神秘的な女性特有の実用性が強調されていると記している。1956年には早くも近親相関や子供の性を扱っている。十作品に旅立つとき、栄光の道、愛に時間を、など、で、明示的、または、 暗黙的に、近親相関や大人と子供の間の性的感情や関係を扱っている。30歳の義手と11歳の少女がタイムトラベルによって共に大人になって結婚する作品とか、父と娘、母と息子、兄と妹といった物議を醸す組み合わせが出てくる作品も比較的軽く描かれている。エルスプレイグ・ディ・キャンプやデーモン・ナイト・ア・ハインラインが 近親相関や小2愛を肯定的に描いている点について好ましくないとコメントしており、それはザ・ハインライン・ソサエティのウェブサイト管理者も同意見である。落日の彼方に向けて、ザ・ハインラインは主人公、モーリン・ジョンソンに刑事上学の目的は我々はなぜここにいるのか死んだ後我々はどうなるのかなどという質問をすることだと言わせ、 あなたはそういった質問に答えることを許されないと言わせている。そういった疑問を提起することは刑事上学の要点だが、それに答えるのは刑事上学ではない。なぜなら一度答えてしまうと宗教に踏み込んでしまうからである。モーリンはその理由を説明せず、単にそれらの質問は美しいが答えがないと述べるに止まっている。モーリンの息子で愛人でもある。 ラザルス・ロングは愛に時間をで似たようなことを述べている。宇宙についての大問題に答えるためには宇宙の外に立つ必要があるだろう、とラザルス・ロングは述べている。1930年代から1940年代にかけて、ハインラインはアルフレッド・コージブスキーの一般意味論に惹かれ、関連するセミナーにもよく参加していた。 その後彼の認識論についての見解はそこから発しているようで、最後の方の作品でも登場人物はコージブスキー的見解を表明し続けていた。深淵、もしこのまま続けば異性の客といった多くの作品でサピア・オーフの仮説を発展させた見解を前提とし、まさしく設計された言語を使えば精神を解放することができ。 超人になることもできるとしている。また、ピョートル・スペンスキーにも強く影響されている。ハインラインの最盛期は、フロイトと、精神分析学が最ももてはやされた時代でもあり、宇宙に旅立つ時などでは、精神分析学の影響が強い。しかし、彼のジブナイル小説を、フロイト的な性的シンボルで読み解こうとした編集者が、いたこともあり、 ハインライン自身はフロイト派には懐疑的だった。ハインラインは1930年代に社会信用運動に魅了された。その影響は2003年に出版された1938年の小説フォーワスザ・リビング・エコメディ・オブ・カスタムズに見られる。文化相対主義は強く支持しており銀河市民に登場する人類学者マーガレット・メーダーは明らかに マーガレット・ミードを意味している。第二次世界大戦中、文化相対主義は人種差別に対抗し得る唯一の知的枠組みであり、ハインラインが人種差別を嫌っていたことは前述した通りである。これらの社会学、または心理学の理論の多くは過去50年間に批判され、覆され、修正されてきた。ハインライン作品を読む際には、 その点を考慮する必要がある。ハインラインは、アイザック・アシモフや、アーサー・シー・クラークと共に、SF 界のビッグ3に数えられ、ジョン・ w キャンベルのアスタウンディング誌による、SF 黄金時代を牽引した作家の一人とされる。また、1950年代には低減高齢の、パルプ・ゲットーから外へと SF をもたらしたリーダーとなった。 短編小説を含む彼の作品のほとんどが当初から様々な言語で出版され、死後数十年経った今でも、新刊として入手可能である。ハインラインは20世紀の多くの SF 作家と同様、作家で、超常現象研究家のチャールズ・フォートの影響を受けている。 インターナショナル14オーガニゼーションの会員でもあり、インフォの事務所にはハインラインからの手紙が壁に貼られていた。火星にあるハインラインと名付けられたクレーターハインラインは社会派 SF の流れを生み出し、それによって SF が単なるスペースオペラだけでなく政治や人間の性といった大人の問題を扱える文学へと成熟することに貢献した。 この流れの中でハード SF が別個のサブジャンルとして派生した。矛盾するようだが技術面の知識の豊富さと科学交渉をしっかり行うことからハインラインはハード SF 作家としても認識されることがある。ハインラインは地球火星間のロケットの軌道をポケット電卓のない時代に数日かけて妻と共に計算したことがある。その結果は 栄光のスペースアカデミーのたった一つの文に使われたという。また、ハインラインは、テクノロジーの主要な影響や、副次的影響だけでなく、第三の影響まで見通すことができる特殊な能力を持っていた。ハインラインは高速道路を予見し、原子力発電について考察し、核兵器による国家間の行き詰まり状態すなわち冷戦を予見し、 他にも様々なテクノロジーの社会的影響を描いた。彼が描くテクノロジーは、最終的な解決策ということは滅多になく、常に、そのようなテクノロジーが、社会に与える影響を描いている。また、ほとんどあらゆるハード SF の原型を描いたことから、ジュール・ベルヌや、H.G. ウェルズの後継者とされることもある。ハインラインは、他の SF 作家の多くに影響を与えている。 1953年、主な SF 作家らが影響を受けた作家について投票を行ったところ、現代の作家の中ではハインラインが最も得票が多かった。1974年、アメリカ SF ファンタジー作家協会がグランドマスター賞を創設した際に1回目の受賞者としたのがハインラインだった。評論家のジェームズ・ギル・フォードは、ハインラインより多作な作家は、 大勢いるが、彼の広範囲かつ独創的影響に被験する作家は、ほとんどいない。戦前の黄金時代から今日まで影響を受けた作家として、ハインラインを挙げる SF 作家は数えきれないほどであると記している。SF コミュニティを超えて、ハインラインのいくつかの造語が普通の英単語として使われるようになっている。例えば、ウェルド、タンシュタフル、ムーンバット。 グロックがある。1962年、オベロン・ゼル・レイブンハートが、異性の客に出てきた宗教の様々な点を真似た、ネオペーガニズム的宗教団体チャーチ・オブ・オール・ワールズを設立した。ポリアモリー、非伝統的な家族構造、社会的リバタリアニズム、水を共有する儀式、一つの競技によるすべての宗派の需要、グロックなどのハイラインの造語その作品から、 取り入れている。ハインラインはこの宗教団体の信者でも講演者でもなかったが、教祖とは頻繁に分通しており、同宗教団体の機関誌、グリーンエッグを購読していた。この宗教団体は今もカリフォルニア州に存在しており、世界中に信者がいる。彼は宇宙開発に現実的公用があるという考え方を一般に植え付ける上で影響を及ぼした。 サタデーイブニングポスト誌などの出版物に掲載された作品はそれまで一般的だった派手なトーンではなく宇宙空間をより現実的に描いたドキュメンタリー風映画ガツ世界征服はソビエト連邦との宇宙開発競争が現実のものとなる10年も前にそれを描き出版物での前例のない広告キャンペーンを展開した アメリカの宇宙開発に携わる宇宙飛行士や他の人々はハインラインのジュブナイルを読んで育った。それは火星のクレーターにハインラインと命名したことやアポロ15号の宇宙飛行士らの無線による会話に散りばめられたハインラインへの惨事に現れている。ハインラインはアポロ11号のニール・アームストロングとエドウィン・オールドリンによる月面着陸の際、 ウォルター・クロン・カイトの番組のゲストコメンテーターとして出演した。アメリカ合衆国海軍長官に対して、ズムール特級ミサイル駆逐艦 DDG-1001 に USS ロバート A ハインラインと命名させようとする運動があった。しかし、DDG-1001 はイラクで戦死し、名誉勲章を授与された。 海軍特殊部隊のマイケル・マンソーにちなんで US、USS マンソーと命名された。小惑星隊の小惑星6371、ハインラインは1985年4月15日、エドワード・ボーエルに発見され、ハインラインにちなんで命名された。ハインラインは、生涯に32編の長編、59編の短編、16冊の短編集を出版している。 またそれらを原作、またはベースとして、4つの映画、2つのテレビドラマシリーズ、いくつかのラジオドラマのエピソード、1つのボードゲームが作られている。映画の脚本を書いたこともある。他の作家の作品を集めたアンソロジーを編集したこともある。死後に、ノームフィクション3冊と詩集2冊が出版されている。また、小説法はす。 ザリビングも死後に出版された。また、ベリアブルスターは、ハインラインの残した概要をもとに、スパイダー・ロビンスンが書いた小説である。また死後に4冊の短編集が出版された。日本語訳に別題のあるものはカッコで示した。ありがとうございます。